慰安婦問題を作り出す政治家、マイク・ホンダ議員。マイク・ホンダ、日本名ホンダ誠はアメリカ合衆国の政治家、日系アメリカ人として1941年カリフォルニア州に生まれ、現在アメリカ民主党のカリフォルニア州選挙区選出の下院議員です。1996年にカリフォルニア州下院議会議員に選出、2001年まで務めた。1999年に本田議員が提案した対日戦後保障要求決議がカリフォルニア州議会で可決。同決議では日本政府に対し、南京大虐殺や慰安婦問題などの第二次世界大戦中の戦争犯罪に対する明確な謝罪と犠牲者への賠償を要求している。2001年からカリフォルニア選出の下院議員を務めている。従軍慰安婦問題について、本田議員は日本政府への慰安婦に対する謝罪要求決議案をアメリカ下院に提出している。さて、本田議員の反日的活動に関し、産経新聞の小森義久記者は、中国系の世界規模の団体、世界抗日戦争史実、以後連合会、日本の残虐を恒常的に糾弾する団体、アジア太平洋第二次大戦残虐行為記念会、南京大虐殺記念館を米国に開設しようという中国系組織の中国ホロコースト米国博物館などをはじめ、特に2006年の下院選挙の際には94名、約11万ドルの献金を中国系から受け取っていたと報道しています。本田議員が受けた献金のうち、人数で 21%、 金額で 30% が中国系からのものであると伝えられ、本田議員の日本に関する一連の行動の裏にはその力が働いていると指摘しています。さて、日本の視聴者の皆様、マイク・ホンダ議員について簡単に紹介しました。この人物の動向と背後関係に関心を持たれるようお願いいたします。なお、この動画の詳しい情報源は以下の URL を参考にしています。ぜひ各自でご覧ください。